皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード1パート13です。前回ミノタウロスという飛行船のような巨大なグノーシスを倒して、なんとかねヴォークリーンで壊滅っていうことにはならなかったんですけど、だいぶね死人が出てしまいました。さてゾハルのエミュレーターかな、グノーシス側に奪われてしまったのと、あとはコスモスさんがね何やらちょっと宇宙空間に出てやっているなっていうところでございます。さあどうなるのやら、ご期待ください。ではこちらからどうぞ。本日のイラスト屋です。さあシルエットです。はい、左側のやつご存知ですね。またあいつが出てきます。そしてお気づきの方もいらっしゃいますでしょうが、こいつのシリーズに入っております。こいつシリーズです。お楽しみに。はい、セーブします。全滅か。派手にやりやがったな、こいつは。何も残ってねえんじゃねえか。おい、トニー、連邦船がおっとり刀で到着するまでどんくらいある？最後の救難信号が発信されたのが30分前だから、どんなに早くてもあと3時間はかかるんじゃねえの？近くに艦影なかったしなあ、浜。そうっすね。半径5000光年の範囲にいた船は自分らだけっすよ。よし、そんだけありゃ十分だ。売れそうなもん残らずかっさらってくぜ。ねえ船長、いくら外難の旦那への借金返済期日が迫ってるからって、こいつはちょっとまずいんじゃないですか。連休に見つかったら10年じゃ済まないっすよ。そりゃ見つかったらの話だろうに。大体だな、こんな辺境をわざわざ連携が巡回して回るもんかよ。だからって何も死に装束かっぱぐような真似しなくても、なんか自分ら宇宙の熊猫かジャッカルってなければハイエナって感じしません？バカ野郎、なんだその例えは。全部絶滅した動物じゃねえか。縁起でもねえ。宇宙環境に優しいリサイクル屋と呼べ。リサイクル屋と。アルバイトはこの間ガイナンの旦那にダメ食らったばかりっしょ。ファウンデーションのイメージが落ちるっていいのかなと。3時の方向に大破した船発見。ありゃガニメデ級だな。おお、でかしたぞトニー。 UMN の非常隊を傍受してた甲斐があったってもんだぜ。早くつけろ、早く。やっぱハゲタカかな。あんだって。スペクトルバッチリ、ジオクリスタルの光っすよ。よっしゃ、幸先いいぜ。まずは水槽ゲットだ。大じゃねえか。何がジオクリスタルだこのバカ。足りねえじゃねえか。ここは戦場跡だぞ。別に珍しくねえだろ。モーターの推進剤がもったいねえ。構わねえから、ほれ、走りしまえ。冗談っしょ。ご先祖は敬えって死んだばあちゃんから散々言われてたんだからさ。たたられるのごめんだぜ。船長やれよ。バカる。じゃあ何か、あらてめえのじいさんかなんかだってのか。なわけねえだろ。死の子の言わずにとっとと進めって。まったかよ。船長いつもそうじゃねえか。嫌な役全部俺たちに押し付けてさ。
バカ野郎、引っ掛けてどうする。引っ掛けて弾けっつったのに。んなこと言ったって引っ掛かってきたの向こうだろ。俺のせいじゃねえって。いいからとっとと外せよ。あ、でもこの死体女の子みたいっすよ。結構美人かも。じゃねえよこの変態。死体に美人もヘッタクレもあるわけねえだろ。そういうこと。向こう向いちゃってるしね。ご対面できないの残念だけど。うわあ！通信回線を開いてください。話したいことがあります。2020です。うわあ！死体が喋ったっす。バカ野郎、よく見ろ。こいつは死体なんかじゃねえ。ナンバダブー、ナンバダブー、ナンバダブー、ナンバダブー。え？リアリエンかサイボーグ、そんなとこだろ。でも真空中で活動できるレアリエンなんて聞いたことないっすよ。なら軍のロボットかなんかだろ。いいから回線開けよ。あ、俺は不定期貨客船エルザの船長マシウスだ。先ほどキレンダの救難信号を受信した。偶然本船の進路近傍であったがゆえ、諏訪一大事と救助に駆けつけた次第だが。救助？何か協力できることはないかな。そんな救助ってバイトの方はどうするすか。ベッケル、救助しているふりしてその隙にいただいちまうんだよ。この山頂でどうせ誰も生き残っちゃいねえって。担当直入に言います。今から第二ミルチアに向かってゲートジャンプしてください。ああ、姉ちゃん、寝言だったらベッドの上で言ってくれ。こちとらバイトがまだなんだ。来たぞ、そんなことできるかい。おまけになんだ、第二ミルチアだと。何遠距離行くのにいくらかかるか知ってんのか。ご心配なく、 UMN ゲートの使用料金ならば我々が持ちます。な、ヨタ話信用できるかい。仮に本当だったとしても、こちとらビジネスの予定がぎっしりと詰まってんだ。暇がねえんだよ、暇が。こちらも時間がありません。指示通りにしないとこの窓を破壊します。へっ、できるもんならやってみろ。このエルザのフロントウィンドウは直径6ミリのデブリの直撃にだって耐えられるようにできてんだ。姉ちゃんのやわなパンチくらいじゃひび一つ入れらんねえ。あと一撃でこの窓は割れます。見たところ宇宙服は着ていないようですが、これは善意の提案です。このままあなたたちを宇宙に放り出してから船を占拠することもできるのですよ。だあ、わった行く、行きますって。そう焦るね。最初から素直にそうしていただければ1分45秒も無駄にせずに済みました。これからそちらに乗り込みます。カーゴベイを開けてください。了解した。それと、え、なんで。船を急加速させて私を振り落とそうなどとは考えないことです。エンジンごと船を破壊しますよ。完全に見破られてるっすね。ディズイ、船長、汎用隊に通信が入ってるんですけど。通信？生存者かい。さあ、今スピーカーに出すっす。いますね。誰かいませんか。誰でもいいです。この通信聞いてる人、誰か助けてください。ほら、主任も。大丈夫よ、そんなことしなくてもそのうち救助が来るから。
ねえ、それよりコスモスは、あの子どこ行ったのかしら。知りませんよ。とにかくまずいですよ、このままじゃ。グノーシスだってまだいるかもしれないってのに。今はそれどころじゃないわ。コスモス、急いで回収しなきゃ。コスモスのことより救助ですよ、救助。ああ、こんなことになるんだったらみんなを先に行かせるんじゃなかった。まだ近くにいてくれないかな。ねえ、信じられない。アレン君、どうしてそんなに元気でいられるわけ？あんなことがあったのに。ま、僕だってショック受けてますよ、ちゃんと。心外だな、主任にそんな風に言われるのは。ああ、ショックだ。そっちの方がずっとショックだ。主任は僕のことを冷徹なアンドロイドだと思っていたなんて。もう、誰もそんなこと言ってないでしょ。言ってる。主任は僕はアンドロイドだと思ってる。なんだこりゃ。おい、シオン。コスモス、コスモスなのね。あなた今どこにいるの？近くを通りかかった民間船の中です。しばらくその状態でいてください。じきに連邦の救助艇が来るはずです。しばらくって、コスモス、あなたはどうするの？私はこの船を使って第二ミルチアに向かいます。本社からの指示です。向かって、ちょっと待ってくれよ。僕たちはどうなるの？残念ながら、あなた方への指示はありませんでした。現状が優先されます。じゃあ何？僕たちはここでじっと助けを待ってろってこと？そういうことになります。待ってくれよ。こんな辺境の暗礁中域に連邦の救助艇が来るかどうかの保証なんてないだろう。もし来なかったら、僕たちこのポッドの中で餓死しちゃうじゃないか。おい、そんなのごめんだよ。その前に酸素がなくなって窒息死しますね。約46時間後になります。なんだ、窒息？そうです。もっとも15時間以内に救助艇が来る確率は 96% ですから、そうなる前には助かるでしょう。断言はできませんが。そんなダメよ。あなたを一人で行動させるわけにはいかないわ。そっちに収容しなさい。時間がありません。通信を切ります。お元気で、シオン。あれ、待ちなさい、コスモス。収容してくれなければ今からポットのハッチを開けるわよ。いいの？うわ、何するんですか、主任。バカな真似はやめてください。アレン君は黙ってて。いい、コスモス、このレバーを回転させたらどうなるかわかるよね。あなた困るんじゃないの？私たちを生還させなくてはならないんでしょ。違う。付き合っていられません。やってください。コスモス、あなた全然信じてないでしょ。本気なのよ、私は。わあ、本当に回ってる。助けてあげたらどうかな。彼女、本気みたいだよ。よう、ケイオス、お目覚めかい？これだけ騒がしければ、誰だってね。いいよね。彼女に依存はなさそうだから、あとは船長の判断だけなんだけど。どうかな、船長。僕からもお願いするよ。ああ、お前がそう言うんならこっちは構わねえぜ。トニー。
失礼します。あの船長のマシウスだ。ベクターインダストリー本社第一開発局のシオン・ウズキです。こちらは同局のアレン・リッチリ。すみませんでした、融通の効かない弊社のコスモスのせいでご迷惑おかけして。ほらアレン君もお礼言って。あ、はい。いや、ほんと助かりました。融通の効かない上司のせいで危うく宇宙の木図と消え果てるところでしって。礼だったらこっちのケイオスに行ってくんな。俺らはあんたらを置き去りにしていくつもりだったんだからよ。そうだったんですか。ありがとう、ケイオス君。いいんですよ、困ってる時はお互い様ですから。ま、こいつがいてくれるおかげで俺たちも随分と助かってるからな。こいつの頼みは断れないんだよ。そうですか、それはそうと。ちょっとコスモス、あなた一体どういうつもり。私たちを置き去りにした挙句、一人で第二ミルチアに行くだなんて。搭載した OS ちゃんと機能してないんじゃないの。そうかもしれませんね。ねえ、ところで本社の指示って何。マシューズ船長、格納小脇のフィッティングルームをお借りしたいのですが。ちょっとコスモス。ええ、構わんが、どうするんだい。コスモスってば。試験用コンデンサのまま戦闘を行ったのでエネルギーが尽きかかっています。リロードのため高ジェネレーターからバイパスをいただきます。もう人の質問に答えなさいよコスモス。料金は請求していいんだな。はい、コスモシオン。はい。センサーに不具合があるようです。目的地に到着するまでの間に調整をしておいてください。なんで私が。これはあなたの仕事でしょ。お願いしますシオン。本当すみません、あの子ったらものすごく融通が効かないからご迷惑おかけします。いいえ、僕は楽しいですよ。クルーが増えてこの船も賑やかになったじゃない。そうそう、万年女ひでりだからね。ここはどう。目的地に着いたらホテルのスイートでワイングラスを傾け合うってのは。あ、ああ、ええ、そうですね。ったく、いい加減にしとけよトニー。しかしよ、女だってこっちの姉ちゃんはともかく、あいつは人間じゃなくて戦闘機械だろ。そうかな。僕には人と変わらないように見えるけど。船長、この船、セニレーは。ん？コラムの途中だな。アタリアまで3日ってとこか。そこで降りるってんなら降ろしやってもいいぜ。そうか、料金は。今日はケチのつきっぱなしだ。よく書いたらろくな目に合わねえ。つけとくよ。礼を言う。なーに、見たとこ海兵のようだからな。古巣のよしみだよ。まだ残ってる奴がいたんだ。入ってきやがる。おのれ。ケイオス。分かってる。ケイオス君。大丈夫。
何やったんだ今。まあ今のが俺らが助かっている理由の一つってわけだ。理由って今のどうやったんです？クノシスを消し去ることができる人間なんて。絵を描くのが上手い人もいれば走るのが得意な人もいる。ハマーのナビゲーターとしての腕は超一流だし、ネットに関する知識も豊富。トニーの操船技術は宇宙一で、彼の右に出る者はいない。自称だけどね。船長は借金の多さでは誰にも引けを取らない。ねえ、そう。いや、おい、なんだそりゃ。誰にでも何か一つ自身を定義付けできるものがあるはずだよ。シオン、君は何によって定義付けられるのかな。え、私は。僕の場合もそう。ただそれだけのことさ。そう、ただそんだけ。はあ、そうか、そうですよね。そう言われてみるとなんとなく理解できます。そういうことっす。そういうことって、え？だってそんな主任納得しちゃっていいんですか？グノーシスですよ、グノーシス。さあ船長、宇宙にほっぽり出されないうちに目的地に向かわなくちゃ。彼女その辺結構ドライみたいだから。ねえ、この仕事が終わって借金返したらケルティアまですっ飛んでって、スパイスシスターズの妖艶かつエネルギッシュなライブを見ようという俺の壮大な計画が。いやー、ガイナンの旦那への返済は土台無理っしょ、多すぎるもん。しかしまたスパイスシスターズ好きだね、船長も。船長、わざわざケルティア組んだりまで行かなくても後で UMN に接続してみればいいじゃないっすか。バッカルー、単に資格屋に送られただけの情報なんざ、マナコに直接焼き付けられた現実の姿に比べりゃへだへ。要はリアリティの問題なんだよ。そんなのどっちだって一緒っしょ、脳みその中じゃ判断つかないんだし。です、とっとと発信させろ。へい、了解了解。それじゃあ僕はシオンたちを船室まで案内してくるよ。よろしくお願いします。ああ、そうしてくれ。本当薬味だぜ今日は。ビルヘルム様、コスモスから報告です。シオン・ウズキ、アレン・リッチリーの両名はコスモスに同行したそうです。そう、光線域に接近中の戦績不明艦の存在を考えると幸いかと。仮にそれが彼女の脅威となるのであればコスモスは守る。そうなんだよね。はい、全ての指令よりも優先させて。いずれにせよコスモスを引き上げさせたのは賢明さ。軍にも彼らにもこれ以上奉仕する必要はない。ラインの乙女に関するデータも揃ったしね。全ての事象はこの秩序の羅針盤が指し示す通りに動く。あとは必要なファクターを揃え、もう一つが目覚めるのを待とうよ。はい、セーブします。はい、たかが15億、物の数ではなかろう。無垢の民よ、私たちが最も尊重すべきものでしょ。尊重？何を？
悪愛主義は壇上でぶってくれ。確かに実験は失敗だったが、エミュレーター回収の手は打ってある。いざとなればオリジナルを使うことも意図は、要は結果が得られるまで繰り返せば良いだけのことだ。両親が我慢ならんといった顔をしているな。ならばお前自身が全てを公表し、断罪を待てばよいではないか。あなたこそ非戦の輩どもにこの俺が。笑わせるな。断罪を下す場所に立っているのは我々なのだ。それともペレグリ、貴様はこの14年の間に我らの目的を忘れたとでも言うのか。マーグリス司令。なんだ。先遣隊の生存者ヴァンダーカム少佐から報告。部隊は壊滅、ゾハルエミュレーターの確保に失敗したとのことです。ゾハルの所在は不明ですが、グノーシスに奪取された可能性はあります。そうか。474特務艦隊に通達。プラン31の可能性もあり得る。当該中域にて別名あるまで待機させておけ。はっ。人工知能とメールをする人のイラスト（女性）でした。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。